はい、どうも、てなんです。今回のこのオープニング、もう撮影も終わって編集も終わった後で今撮ってるんですけど、サムネイルには肉団子って書いてあると思うんですけど、実際はミートボールですね。牛豚合いびき肉がセールで安かったんですよ。なので大量のミートボールを作って、それをトマトソースで煮込んで美味しく食べようっていう、そういう動画です。で、皆さんにご心配おかけしたんですけど、もう風邪はね、すっかりと治りまして、今もう元気を持て余してるぐらい元気なんですけど、今回の動画撮影した時はまだまだね、風邪っ引きの時で、ものっそい鼻声なんですよ。なので、なかなかお聞き苦しいところもあるかなとは思うんですけど、どうかね、最後まで動画楽しんでいただければ幸いです。ということで早速、本日も作っていきましょう。おう！しゃー、では作っていきましょうか。今回大きく分けて、トマトソースとミートボールっていう2つの要素があるんですけど、まずはトマトソースからパパッと作っていこうと思います。では早速そのトマトソースの材料を、せーの、こちらからホールトマト缶、ニンニク、玉ねぎ、セロリ、バジル、塩、ブラックペッパーですね。で、今回は比率なんですけど、4缶8粒4玉1本もっさり 10g 適量ですね。基本的に多分この2つはいらないんですよね、シンプルに作ろうと思うと。でも今日はなんとなくこの2つも加えてます。で、今回ニンニクも玉ねぎも結構多めに用意してあるんですよ。全然これをもう半分ずつでも全然美味しいとは思うんですけど、僕はこの玉ねぎの甘いのが出たソースが好きなので、ではソースの下準備に参ります。さすがの僕でもわかる、これはやりすぎた。多分さすがに今回はこんなにいっぱいは使わんね。そしたら続いてこのホールトマト缶の処理に参ります。そうしたらこういった黒い服を着用した上で、これ握りつぶして何をしてるかっていうと、こういったヘタとか中のね、繊維の強いところを取ってる感じですね。どうしても歯触りが悪いんで、ここが面倒であれば全然この作業はね、省いてもらって大丈夫ですんで。で、この後もう一回こういったザルで一回こすと、もっともっとね、滑らかになるんですけど、まあ今回はそこまでしなくてもいいのかなと。どうせ玉ねぎとかね、セロリも一緒に入ってくるんで。では早速このトマトソースの本調理に入りましょうか。ちなみに先ほどのセロリはここの下に眠っております。ではまず最初にオリーブオイルを引いていくんですけど、このフライパンの底がビタッと埋まるくらいまで、今だいたい 100cc ぐらい入ったかな。そしたらまずニンニクを加えて、ちょっと中がプツプツしてきたら弱くして、このニンニクに色がつく寸前くらいまでいきましょうか。ちょっと黄色くふっくらしてくる感じっていうのかな。いい感じになってきたらセロリと玉ねぎ投入。そしたらちょっと火加減上げまして、塩2つまみぐらいいこうかな。味付けというよりかはこの浸透圧でこの玉ねぎとセロリの水分を出したいんですよね。じゃあ、あとはこのまま中火ぐらいでこの玉ねぎとセロリが透明になるぐらいまで、多分この量だったら5分から10分ぐらいまず炒めていこうと思います。だいぶいい感じにしんなりして透明感出てきましたね。そしたらここに先ほどのホールトマト缶で、忘れてました、ここにローリエ、
ちなみに今入れたローリエなんですけど、まあ食べれないことはないけどすごく繊維が強いので、あの一番最後これ取り除きます。んで今この段階だとまだいいんですけど、こういったホールトマト缶を煮込むときビチ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 すっごい跳ねるんですよ。だからあのこのコンロ周りね、あの気をつけてもらえれば、だんだんと沸いてきたら弱火に落として、トマト缶ものすごく鍋底が焦げやすいのでずっと混ぜる必要はないですけど、あの割と頻繁に鍋底とかこういった鍋肌をね、あの落としてあげて、この量だったら40分から1時間まずコトコト煮込んでいきます。ちょっと軽くもったりとしてきましたね。で、普通トマトソースってもうちょっとね、あの粘度が高くてあのもったりとしてると思うんですけど、あのこの後この中でミートボールを煮込んでいくので、またもうちょっとねあの詰まっていきますんで、ちょっとだけ水分多めに残してあります。とりあえずここに仕上げの塩と胡椒さっと混ぜ合わせればトマトソース完成。まあ、ただ完成とは言っても仕上げの段階でねこんなバジルも加えるんですけど、まあ、とりあえずは完成ってことで、でこちら粗熱が取れてからこういった密閉できる容器に入れて冷蔵庫に入れておけば3日とか4日とかは待ちますんで、あのこれでねパスタを作ってもらっても嬉しいでしょうし、なんか何かと使えるかなと思います。では続いてミートボールに参ります。こちら今回のミートボールの材料たちですね、こちらから牛豚合いびき肉、玉ねぎ、赤ワイン、パン粉、ニンニク、塩、コショウ、ナツメグ、卵ですね。でまず赤ワインと思われたと思うんですけど、まあ、もちろん普通はねあそこはあの牛乳やと思うんですけど、なんか赤ワインでも美味しそうやなと思って、ていうかまあ普通に牛乳を買い忘れたんですけどね、こういう時に牛乳はないけど赤ワインがあるのが我が家なんですね。この赤ワインうまっ。モンテプルチャーノダブルッツォコリーネテラマーネってやつめっちゃ美味しい。これはいいミートボールに仕上がるそうですね、知らんけど。で今回の分量なんですけど、こちらから2キロ4つ分 200cc160g 適量 20g 適量 5g 200g ですね。ちょっと今回もねあの概要欄の方にちゃんと記載してますんで分量比はね。でちなみにこの玉ねぎは一度火を通してから使います。で牛乳が赤ワインに変わってること以外はほとんどねあのオーソドックスな形やと思うので、ちょっと自分の色を出したいなと思って、今回こちらの卵はそのまま使うんではなくて、この卵黄とサラダ油とお塩を使って和食の玉元っていうものをまず作って、でそれから加えようと思います。まあ僕の動画でも多分 3,4 回ぐらい登場してると思うんですけど、あのつくねとかつみれとかそういったものをふわっとさせるための和食の調理技法ですね、玉元って。まあ物は試しということで、では作っていきましょうか。ではまずちょっとたっぷりめのオリーブオイル、そしたらここに玉ねぎ、そしたら軽くお塩、あとはじっくりじっくり炒めていきましょう。で今回は飴色になるまでっていうよりかは、あのしんなりしてきつね色になる直前ぐらいまで、そのくらいまでいこうかなと思います。多分これがフレンチでいうところのスエってやつ、イタリアンだとスダーレとかやったかな、あの違ったらごめんなさい。うん、だいぶいい感じにしんだりもしてきましたね。あとはボウルに広げて粗熱が取れれば完成。そしたらパン粉を赤ワインでもうふやかしといて、それではここからいよいよ玉元作りですね。まずは卵黄と、卵黄1個に対して1つまみのお塩、そしたら卵黄1個に対して 70cc のサラダ油、これを分離線ごと少しずつ少しずつ混ぜていく感じで、最初がねあの肝心なんで、特に最初の方は念入りに。ラストスパート、うわ疲れた、もう腕パンパン。でもおかげで玉元いい感じに仕上がりましたね。ではいよいよこのこねる作業に入ります。まずはお肉にお塩、そしたら他のこういった食材を入れる前に
まずはこっちだけでこねていきます。でも僕の体温でちょっと油が溶け出しそうなので、あ、冷た。まずは一度手をキンキンに冷やしましょうか。そしたら粘りが出るまでしっかりとこねていきます。十分に粘ってきたら他の具材たち加えて、卵糖だけは最後で入れましょうかね。なので一度この段階でもう混ぜ合わせて、っていうか紫玉ねぎと赤ワインのせいでなんか若干紫っぽい感じの種になりましたね。そしたら最後卵糖加えてさっくりと混ぜ合わせれば完成。では早速こちらをミートボール状にしていきます。まずバットに小麦粉、そしたら手に油塗って軽く空気抜きながら丸く成形して、ぽい。あとは全体に小麦粉まぶして、この状態のものをひたすら量産していきます。ではまた3秒後にお会いしましょう。だいたい牛豚合いびき肉2キロで結構大ぶりが150個ぐらい作れますね。ここら辺のでかいのは完全に僕の趣味です。というわけでこちらをまた油で揚げていきます。で今回の揚げ油はサラダ油をベースにちょっとだけ香り付けにオリーブオイルで、今回このミートボール一度揚げた後もう一回煮込むので、まあ、そこまで中まで完全に火を通さなくていいかなと思うので、ちょっと高温の170から180度ぐらいの油で表面がカリッとなるように揚げていきます。2、3分揚げて周りがこうカリッとしてくれば一度バットに出して、これで一応ミートボールの完成。この時点でめっちゃ美味しそうですね。けど実際のところこれまだ中はポワンポワンでまだまだ半生な状態ですね。なのでいよいよこちらのトマトソースで煮込んでいきます。再沸騰してきてから15分ほど煮込んでいこうと思います。ただこのソースがすごい焦げやすいので、まあ、焦げないように注意しながら、そしたら最後の仕上げにバジルを加えて、あとはさっと香りを移せば完成。 1,2 分くらい蒸らす感じにしようかなっていうところまで来て、皆さんもうあとここに盛り付けるだけで終わりと思ったでしょ。始まりや。んー、じゃあ今日はねこれとこれにしようかな。んでこれも入れよう。本日はこの3種のチーズもふんだんに使っていこうと思います。まずは僕が一番最近ハマってるチーズのフランスのコンテチーズ、続いて今回初登場のフランスのナポレオンチーズですね。ちなみにこちらが牛の乳じゃなくて羊の乳で作られたチーズで、こちらも初登場のイギリスのレスターシャーレッドチーズ、あのパッと見レッドチェダーとかミモレットに見えると思うんですけど、また違うチーズですね。これは彩りって感じですね。ということでまずはこちらを使いやすいようにスライスして、ということでこちらからコンテ、ナポレオン、レスターシャーレットで、ちょっとしょっぱさの確認をしたいのでちょっとつまみ、やっぱコンテはうまいね。
あの程よいしょっぱさで癖がなくてほんのりナッツみたいな香りがして、で後味の酸味がこうねシャープにキッと切れるというかね。でアミノ酸が結晶化したあのシャリシャリっとしたやつ、あれが入ってますもんね。うまい。んでナポレオン、あの牛よりも脂肪分の多い羊の乳なんで、なんかよりクリーミーというかまろやかというか、で最後鼻にあのラム肉というか、あのジンギスカンみたいなあのラムの香りが鼻に残る感じ。多分相当食べやすい分類やないかな。で今回初めましてのレスターシャーレット、見た目的にはレッドチェダーっぽいですけど、味はどっちかっていうとゴーダチーズに近いね。あのそこそこしっかり塩分と口の中がキュッてなるようなあのチーズの酸味、あれがしっかり感じられるんで、なんかいつも食べてるゴーダチーズはなんかより寝かしたような感じ。なんかネットにも同じのこと書いてましたけど、なんかその意味がわかる気がする。ではご宅はここら辺にしておいて盛り付けに入ります。はい、これでミートボールのトマトチーズ煮込みの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。そして非常に残念なお知らせです。チーズは固まりましたね。下のホットプレートで温めながら溶かしながら食べる感じでいきましょうか。てなわけでして、いただきます。もう今日は風邪っ引きなんでね、ノンアルコールで。よし、食べていきましょうか。でもその前にまずはお口の潤いですね。これが市販のコンソメスープを使って作ったコンソメスープ。まあ安定して美味しいよね。じゃあメインディッシュいきますか。あーうめっ。いやちょっとびっくりした。まず味がどうこうの前に食感がすごいよ。わ、これどうやって表現したらいいんやろうね。あのほとんどハンバーグとかと同じ作り方をしてるんで、焼くと揚げること以外はね、だからハンバーグっぽい感じかなと思ったら全然違いますね。これ間違いなく玉元がこうしてるんやと思います。あの肉肉しい感じというよりかは、この上あごにベロでグッと押すとネトって広がるような感じ。この食感を極限まで極めたのが多分里芋の煮物やと思うんですよ。あそこまではいかないけど、ものすごく説明が難しいけど、なんかそういう感じで、多分これに拍車をかけているのが表面にまぶした小麦粉やと思うんですよ。この小麦粉がこのトマトソースの水分を吸って、こうね、あの周りをこうねっとると覆ってるような感じなんですよね。多分肉ダニを衣をつけてそのまま揚げればもっと変わったと思うんですけどね。ではここからは味を楽しみましょうか。まず今回のトマトソース、すごくシンプルに作ってあるんで、玉ねぎの甘みとかセロリの香りとかトマトの酸味とか風味、なんかそういうのがすごく素直に見えてくるね。で、このミートボールに関してはね、おそらくこれは赤ワインですね。結構赤ワイン効いてます、これ。もともとお肉と赤ワインの相性もいいし、トマトと赤ワインも合うし、で、このチーズと赤ワインも合うし、全然喧嘩しないね。で、僕さっき嘘を伝えたかもしれん。ねっとりしてるのが表面の小麦粉だけですね。中のお肉はこう噛むとホロホロホロって崩れていくような感じですね。あまりにもふわふわっていうか柔らかすぎてわからんかった。まあ、とりあえず結論を申し上げると、バカほどうめえ。で、もちろんこのトマトソースが染み込んだご飯がね、最高にうまいのよ。というところで出てきましたね、僕の趣味のお時間ですね。
いやーうまいね。やっぱコンテチーズうまいわ。なんならもうこのチーズだけでいいもんね。でもやっぱね、こんだけ一個一個のミートボールが大きいとね、ミートボールとは思えないほどの口の中の充実感があるもんね。でも明らかにハンバーグと違うのはやっぱ食感だね。ほんとふわふわ。というところで皆様お待ちかねのこちらのナポレオンもいい感じに溶けてきましたね。普通に美味しい、普通に美味しいんですけど、個人的にはコンテのがやっぱ好きかな。もうこの中にトマトだったりバジルだったりワインだったりすごい香りのいいものがもうこの中でも十分あるんで、ここにさらにラムというかマトンというのか、そういった香りが新たに加わるとちょっと渋滞しちゃう感じがありますね。まあ普通に美味しいんですけど、美味しいんですけどっていう話です。てか本当このナポレオン美味しいんで、ジンギスカンとかお好きな方はぜひ。確か値段もそこまでバカほど高いっていうわけでもなかったと思います。ビール飲みて。まあ飲みませんけども、でもこれ絶対ビールで合うやろうな。いやーうまかったね。いくらふんわりするとは言ってもやっぱミートボールだけずしっとくるね。結構満足感。でこのソースなんですけど、チーズとかも入ってさらにこのソースが煮詰まってちょっと塩分が強いので、一度これをお水で伸ばしてからなんかパスタかなんかにしようかなと思います。んで今回卵は玉元に変えてみたりとか、牛乳はなくて赤ワイン使ってみたりとか、なんかちょこちょことイレギュラーなことしちゃいましたけど、結果的にはなんか美味しく仕上がりましたね。特に玉元がいい働きをしてくれましたね。なかなかで作業でね、あれ全部混ぜ切るって結構疲れるんですけど、ブレンダーとかミキサーとか、あれなんとかあればね、パパッと作れますんで、特にこの時期いっぱい取れるアジなんかで、ね、つみれ汁作るときにね、卵使ったらすっごい美味しいんで。っていうとこぐらいかな。てか、とりあえず早くこの風邪を治さないかんですね。では今回はこの辺でやろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。